はい、こんにちは。今回から、ゆっくりとドラゴンクエスト9を、主人公の、ゆっくりちゃん一人旅でクリアしてみようと思うよ。ただ、場合によってはもう一人仲間を追加するかもしれないってことは断っておくね。ちなみに、この動画の目標は、可能な限り全てのものをクリアするってことかな。あと、キャラメイクは無難にしちゃった。少し後悔。攻略や、データの収集ももちろん頑張るけど、基本的にストーリーもちゃんと見てもらいたいから、ムービー中は、黙ってるよ。手抜きじゃないからね。
じゃあ、初の戦闘だね。基本的に8と同じ雰囲気で戦闘は進むよ。まあ、でも戦闘だから攻撃してるだけで簡単に倒せるよ。8で思い出したけど、あの人みたいに、厳しくデータ収集や、編集をしていたら、失踪することになりかねないから、無理しない程度に進めていくからね。あと、久しぶりに9をプレイするから、初見プレイだと思ってみてください。かなりグダグダ進めることになりそうだから。まあ、こうなるとは思ってたけど、パート1は特にイベント多くなるね。先に探索をしようかと思ったんだけど、やっぱり先に、長老のウムイ様に会いに行こう。ウムイ様は、最初の位置から南にある階段を登って、まっすぐ行くと会うことができる。はいはい、ウムイ様、帰ってきましたよ。簡単に説明すると、主人公のゆっくりちゃんの上司が、イザヤール。そのイザヤールに同行してもらっていた主人公がそろそろ一人で行動してもいいんじゃないかってことだね。もう新人教育終わりってことか、天使の世界もブラックだな。じゃあ、これから星のオーラを、世界中に、捧げに行くんだけど、やっぱり施設の探索をしておかないと気になるよね。少し速度上げて一気に探索していくよ。探索を得たら、2階の外へ出る扉を出て、世界樹兵ってストーリーを進めるからね。あ、重要な話があった場合は、速度を戻すから、それまでは特に気にせずスルーしてオッケー。ちなみに、前回には、セーブポイントとなる境界と、回復ポイントがあるよ。下界に降りたら、知ってると思うけど、回復は宿屋に泊まって回復できるよ。本棚のチェックは重要と思うよ。
ストーリーについて書いてあることがあるけど、やっぱり錬金のレシピがもらえるのがいいかな。正直、過去にプレイした時は錬金は、ほとんど金を増やすことにしか使わなかったんだけどね。せっかくだから、バンバン動画では使っていこうと思うよ。1回は、全部見たね。じゃあ2回。今の会話は、この段階ではチンプンカンプンだけど、後々わかってくると思う。主が、全くわかんないっていうのはないしょ。やることもやって、落ち着いたから、とりあえずお向様のところへ報告へ行って次の指示を仰ぐよ。
少しで、世界中に、果実がなるから、頑張って下界で星のオーラを集めてこいってことだね。ちなみに、1階の星型の穴のそばにいる人に声をかけたら下界に行けるよ。じゃあ、お前様の言う通りに人助けをして、星のオーラを集めていこう。まあ、困ってる人を探さないといけないから、同時に村の探索もしていくことになるね。そうそう。天使の姿で下界に降りた時にびっくりしたんだけど、なんと、樽を壊すことができなくなってるんだよね。これはなんでか全くわからないんだけど、意外なことで驚いたよ。すっかり忘れてたんだけど、実はこのイベントは順番が逆転してるんだよね。指輪をなくしたおばあさんが、教会にいるんだけど、その人に話を聞いてからこの犬に声をかけるべきだったよ。じゃあ、おばあさんに返してあげよう。こうやって感謝されると、星のオーラがもらえるんだね。じゃあ、次。馬小屋の掃除ができてないね。しょうがないから、マグソをすべて回収してやろう。棒読みちゃん。バフンを、うまぐそって読むのは、やめてもらいたいよ。星のオーラは簡単に手に入るね。順調。壺は、割れないからしょうがないね。多分宝箱とかないけど、残りの建物を見て回ってとりあえず、話を進めるよ。
じゃあ、魂だけになって、彷徨ってる人を見つけて助けてやろう。まあ、さっきのムービーに映ってたけどね。じゃあ、気になるからイザヤールを追って、オムイ様のところに行こう。どうも、星のオーラが足りることになって、果実ができそうだから、世界中のところへ行ったようだね。まあ、ゆっくりちゃんが星のオーラ持ってるから先に行っても無駄なのに。
いやー、今の演出好きなんだよね。あそこでタイトル来るの鬱陶しいって人もいると思うけど、主は気に入ってる。はい、時間もいいところだし、今回はここまでにするよ。西武市に教会に行って終えるね。次のパートもとりあえず縦長で録画して、今回みたいに編集するかな。何か希望があったら言ってください。ということでまた、次の動画も見てくださいね。バイバイ。はい、こんにちは。パート1で拡大の方がいいって意見があったね。ちょっとその辺を考慮しながら編集しようかな。今回も縦で録画したから、横で表示できないんだけど、次回からは横にする予定だよ。で、今回まで縦の予定だからゲーム画面を右にずらして、左側に解説などの情報があったら載せるって感じにしようと思ってるよ。ちなみに、今は、天使では壊せなかった樽や、瓶を壊して回っているよ。イベント起きるまでゲーム速度は速めね。立会枠、とりあえず住民に挨拶しないとご飯を用意してくれないみたいだから、さっさと、村を回って皆に挨拶をしに行くよ。ここは、道具屋さんだね。前プレイした時は、特に買い物しなかったけど、今回は動画撮ってるわけだし、せっかくだから少し装備を買っていこうかな。買い物しなかったのは、この店でってことね。最初の店ってあんまり買い物する気になれないんだよね。なんだか、ニートが親と喧嘩してるね。あ、ニートだっけ？そういえば、このおじいさんも言ってるけど、このゲームはタッチパネルでも操作ができるんだよ。タッチペンを使えばいいけど、指で触ったりしてる人は、指が邪魔で画面や主人公が見えにくい状態になるから、正直必要のない操作方法だと思ったね。よし、一通りやることもやったから立夏の晩ご飯を食べに戻ろうかな。
動画的にもそろそろダンジョンに進みたいね。ただ、編集をどうするのがいいのか。戦闘シーンもそこそこ見せたいし、基本的に早送りかな。ちょっとどうやるのが一番いい方法なのか迷走してるから、慣れるまでは、コメントに文句を書いておいてください。そんなこと言ってる間に、ニートに呼び出されたね。話の要約は、ニートが何かしようと思っていいこと思いついたんだけど、自分の力じゃどうしようもないから、強そうなゆっくりちゃんに助けを求めてきたって感じだね。しかも、怖いからって後ろからついてくるなんて、情けない男だね。早口で喋るのも問題だよ。そんなんじゃ誰かに要約されて適当に話を進められちゃうよ。はい、ってことで、ようやく冒険って感じだね。ゆっくりちゃんが落下した時の地震で、大きな村からの道が塞がれたから、その道を通れるようにしようって計画。その道中にモンスターがたくさんいるから、ゆっくりと協力して倒そうってことだね。ただ、現在の能力だと、完全にニードの方が強いです。まあ、その辺も見抜けないのも、ニードがニートたるゆえんなのかな。じゃ、せっかくだし、空きスペースを利用して、この地方の出現モンスターと、落とすアイテムを確認しておくよ。ただ、現在の進行具合だと、データベースの確認ができないから、まだ落とすアイテムの回収はなしだね。でも、無理して回収はしないからね。なんとか、失踪だけは避けたいから、少しずつアイテムの回収は進めていく予定です。じゃあ、次のイベントまで倍速で進めるよ。戦闘もとりあえず、この動画はこのまま垂れ流すことにするね。目的の通路まで、まっすぐだからあっさり着くよ。あと、レベルだけどしっかり余裕のあるレベルにして進めていきたいんだけど。つい動画を撮ってるとレベル上げサボっちゃうんだよ。適正レベルについては、虫の感覚で適度に紹介していくね。金の箱舟だっけ？その前に、さっきのムービーに映ってた赤い宝箱を回収するよ。上の画面に、マップがあるからうまく動いて、宝箱などを効率よく回収していくよ。やっぱり、ダンジョンだと行き止まりに進むのが正解だよね。あ、装備について特に説明してなかったね。一人旅をするのは、初めてだからどうしようかと思ってるんだけど、とりあえず武器は全体攻撃ができた方が、ストーリーを進めるのに都合がいいかなって思ってるよ。ちなみに、特に縛るつもりはないからね。このピンクの光と、一緒に冒険ができるようになったら、データベースを確認することができるはず。違ったらごめんね。Thank you.
が生きがってたね。じゃあ、村に帰って村長に報告に行くよ。村まで特に何にもなかったからカット。ミードは村長に正論言われててかわいそうだったね。まあ、そんなことより、ゆっくりちゃんの次にかわいい立夏のお願いを聞いてあげようね。キサゴナ遺跡に行って、ルイーダさんの様子を見に行こう。その前に、防具を少し買って、立夏に声をかけて泊まって、回復するよ。正直、この段階で防具がいるかと聞かれたら、正直いらないよね。多分、まあ、せっかくだし装備によって、キャラの姿が変わるのも見せられるし、装備するよ。はいはい。ちょっと急いでやることやったって感じだね。そういえば、キャラの装備の姿を見せてなかったから見せておくよ。前回同様、今回も、特に迷うこともなく、あっさりと着くから倍速で移動します。その間に、レベルが上がっていくことで獲得できるスキルポイントについて説明するよ。もちろん、このままレベル上げていくと、スキルポイントがもらえることになるからね。じゃあ、文章にも書いてるけど読み上げるね。レベルアップ時のスキルポイント取得はルブ5から始まりルブ99で終わる。スキルポイントの取得パターンは、スキルポイント取得が2回続いた後、その次のレベルアップ時は取得しないというパターンがずっと続いていく。1職業につき、ルブ99まで上げた場合の総取得スキルポイントは200である。まあ、それを考えると、結局すべてのスキルを獲得するためには、少なからず1回は転生が必要になるってことだね。転生については、それができる時に改めて解説する予定だよ。ちなみに、今まとめたことは、全部ウィキに載ってるからね。気になる人はそちらをどうぞ。長々と話してる間に、キサゴナ遺跡に到着したね。ダンジョン内は基本的に若干再生速度を早めにするよ。宝箱の位置とか、ギミックとか見てもらいたいしね。戦闘も見てもらって、主のずさんなレベル管理を見てもらったらいいよ。毎回のことだけど、とりあえず、出現モンスターについての情報を載せておくね。ただ、データベースが来たら回収ってことで、今はサクサク気軽に進めていくよ。一通り、言うことは終わったんだけど、ゆっくりちゃんの育成方針について、報告というか、検討しておかないといけないんだよね。一人旅をするってことになれば、問題になるのは MP と、戦闘のダメージの多さだね。すべて敵の攻撃を受けることになるし、強い全体魔法を使うと MP なんてあっという間になくなるしね。だから、とりあえず全体攻撃ができる武器にスキルポイントを振って MP を使わずになんとか敵を倒せるようにしたいと思うよ。だから、今のところは、
スキルポイントを温存しておくよ。転職か、スキルポイント振らないとレベル上げめんどくさいってなったら、スキルポイント振るかもしれないけどね。あ、ここのダンジョンはこの階層から初めて敵が出現するよ。もちろんダンジョンだから、最後にはボスが待ってるね。ボス戦の適正レベルは、最低6あれば、回復しながら倒せるはず。カットしないって言ったけど、レベル上がったりしない戦闘はカットしようかな。尺が随分長くなるんだよね。この編集の仕方だと、ゆっくりちゃんは、出会った瞬間にモンスターを倒してるって感じに見えるね。マリオで言うと、スター状態みたいな。あ、これがスキル振り分け画面ね。とりあえず、盾を早く100ポイントにしてどの職業でも盾を装備できるようにしたいなぁ。それか、全体攻撃の可能な無知か。まだスキルについて調べきってないので、今回の動画では特に触れないことにするよ。何かアドバイスがあれば、教えてくれると助かるかな。多分これで全部アイテムを回収したと思うよ。どこかに隠してあったらわかんないけど。ちなみに、ここはもう一回地下に降りる階段かと勘違いして、後回しにしてたんだよね。あ、まだあった。さっきの発言からして、行き当たりばったりの編集してるってバレるじゃん。まあ、直すのちょっと面倒だし、このままゴリ押すけど。はい、これでレベル6。これぐらいあれば、ボス戦もなんとか、こなせるはず。器用さの種を拾ったね。これから、種の系統はすべてゆっくりちゃんに与えるよ。まあ予定では仲間なしにするつもりだしね。予定では。ではでは、初のボスだね。まあ、左のデータを見てもらってもわかると思うけど、大したことないです。本当は、魔法耐性などあるんだけど、今のゆっくりちゃんの実力じゃ、何にもできないのでそのまま戦うね。言うまでもないけど、攻撃して、体力減ったら回復ってだけの単純作業だね。タンポポの花を刺身の上に乗せるバリに簡単な作業だよ。
このあたりで、随分ダメージ与えたのに死なないから、結構不安になってたんだよね。MP だって減ってきてたし。はい、オッケー。何か少し不安だったけど、レベル6はちょうどいい感じだと思うよ。初めてのボス戦は、死ななくてよかったよ。死ぬとなんか、ゲームオンチってバレそうだしね。じゃあ、村に帰るよ。カット。よし、とりあえず今回はここまでにしておくよ。次回は、ルイーダさんに話しかけるところからスタートだね。じゃあ、また次回の動画も見てください。バイバイ。はい、こんにちは、パート3だよ。今回はストーリーの展開と、新しい街の探索がメインになるね。意外とストーリー進めてると時間かかるんだよね。今回も、前回同様結局編集は、この画面で行くことにしたよ。画面が小さいのは仕様ってことで許してくれると嬉しいよ。とりあえず、立夏が飛び出していったわけだし、追いかけなきゃね。Thank you.
お待たせしました。データベースね。あのピンクのギャルがいるとデータを収集の結果を報告してくれるから、これからはガンガン意識して集めていかないとね。画面上に様々なデータが載っています。実は、プレイ中にどこにデータ情報があるのかわからなくて、ボタン連打してるから変な動きしてるけど気にしないで。モンスターのデータについても載ってるけど、もちろん他の情報もあるよ。おしゃれカタログは装備について、収集アイテムはそのまま、アイテムについてだね。まあ、目標は 100% を目指すんだけど、無理なのかな？できる限り頑張るってことにしておくね。じゃあ、続けてストーリーをこなすよ。てか、このパートはストーリーばっかりで、つまらないかもしれないね。でも、そこも含めてドラクエだからもう少し我慢してください。
長かったね。じゃあ、箱舟まではカットします。はい、到着。じゃあ、新しい町に向かうよ。そこで立夏が宿屋をやるようだし、ルイーダさんの酒場もあるからね。あ、このエリアは初めてだね。恒例のモンスター一覧。まあ、そろそろアイテムを落とすのを意識していろいろなところでレベル上げした方がいいね。そうそう、落ちてるアイテムとかもあるんだよね。採取可能のポイントだね。でも、そこまで頻繁に利用することはないから、見つけたら回収する程度にしておくね。ようやく、落ち着いた。これから町探索だよ。途中でクエストもいくつかこなすから、町の中を紹介するのと同時に、チェックしていこう。ちなみに、倍速ね。
小さなメダルが出たね。これは初めてだったかな。みんな知ってると思うんだけど、これはメダルの交換所に持って行って、アイテムと交換してもらえるんだよね。詳しくは、そこに着いた時に説明するよ。この人はクエストの人だね。話しかける時のアイコンが、青いとクエストがあるってことなんだよ。毎回クエストについては詳しく説明してくれるから、言われるものを持ってきたり、お願いを聞いてあげると、クリアってことで報酬がもらえるよ。今回は、アクションを見せてくれたら、新しいアクションを教えてあげるってことだね。道具屋さんでの買い物はあまりしない気がするな。やっぱり新しい町に来たら、すぐに防具と武器を新しく揃えるって感じだね。ああ、言い忘れてたけどこれからスキルは、剣に振ることにしたよ。だから新しい剣を買わなきゃね。一応、探索は終わり、次はストーリーを進めるってことで、城の中を探索していくよ。町の掲示板に、黒い騎士を倒してくれる人募集って書いてあったから、今回の敵は黒い騎士になるのかもね。お、この宝箱も初めてだね。鍵がかかっている状態。この宝箱は、この後ストーリーが進むと手に入る鍵を使うことで開くことになるよ。その鍵はすごい重要なんだよね。その鍵がないと、あの有名なハヤブサの剣が手に入らないんだよ。お、この人もクエストだ。このクエストは、すでに持ってるアイテムでクリアできるね。
変態の手伝いをしちゃった。このクエストで必要な魔法の聖水は仲間一人の MP を30程度回復させるってものだから、ストーリーが進めば店に売ってるから今度あげることにするよ。ということで、最後に城の周りを探索して、全部の探索は終わりかな。本当は、もっと動画を録画してるんだけど、尺が限界だね。次回は、装備の購入から初めて新しい仲間でも参加させていこうかな。今回はちょっと大きな展開がなくてごめんね。なんか、意外と動画編集時間かかるな。ゆっくりは大変だね。もしかして時間がなくなってきたら、普通に実況しちゃうかもしれないけど、その時は許してね。当分そんなことはないと思うけど。じゃあ、また次の動画も見てください。バイバイ。